はい、おはようございます。山上ですよ。さあね、まあ満喫でとりあえず仮眠をとって、今が、10月の19日、朝の7時46分ということでね、今来とるのが、これが、どこになるの、広島県広島市の中区のあたりですね、新天地なのかな、このあたり、パルコとかがありますね、このあたりに来てますよ。ということでね、そうね、ブラブラーとね、まあ、時間もそんなに急いでないんで、ブラブラーと、駅の方に向かっていくかなと思うんですけど、雨が思ったよりもね、ずっと降ってますけどね、まあでも、アーケードがね、ずっとありますんでね。まあ、ぼちぼち切れてますけど。まあ、一応駅前まではほぼほぼアーケードがあるんで、まあ、意外と。まあ、でも、この通りはカラオケ屋さんもいません。さっきね、まあ、ギターの自由空間使わせてもらったんですよ。使い方いっぱいだったんでね。でも、まあ、結果的にはだいぶ安く済まれたね。やっぱ19時間安いですよね。1600円やったかな、土曜日でですよ。安いですよね。お、せっかくやれ。昨日買ってくれたな。とりあえずちょっと、朝飯でも食いたいとこなんですけど。なかなか朝の6時でやっとるとこっていうと、結局松屋とかね、やっぱし中尾とかそういうとこになってしまいがちなんですけど、まあそれはそれでいいんですけどね。あれ、そこはついとるな、煮干しラーメン。この営業中になっとるな、そんな時間からやっとるの。ただね、煮干しラーメンの店買ったのもいいんですけど、私昨晩煮干しラーメンだったんですね。ちょうど大阪で煮干しラーメン食いましたからね。もう一つ北側がメイン通りなのかな、出るとちょっと居酒屋とかそういうところが多いですから、ね、そうです、何屋さん、湯村町仏壇なしなのや、へえ。湯村町の看板がちょっと違いますね。松は松でも湯村町ってきっと地元ではすごくあれなんでしょうね、もしかしたらね、もう広島の方にはすごく聞き慣れた聞き触れてなのかもしれませんが、こっちでもあるんですね、スコハイさん。ここあれなんですね、夜中にポーンと酒が切れた時とかにね、ほんと夜中の3時とかでもポーンとね、電話一本で持ってきてくれるっていうのもね、もうすぐですよ。商店街とかね、繁華街の中にあると、もう自然も動いてますね。こんなんあるんですね。カープブイが、広島感あるなと思ったらね、山ちゃん出てきちゃいましたけどね、一気に名古屋感出てしまいましたね。すごいな、世界の山ちゃん、広島にもあるんですね。まあ世界の山ちゃんですからね。この辺りは、なんて思うね、売り町かな。やっぱまあ、都心に近いんで、半日1200円。いや、やっぱ夜の店の多い地域なんでしょうね。大体夜のお店が多い地域、ナイト系のお店が多いところは、この夜間に最大料金を設けないんですよね。逆にね、市役所の中心とか役場とかね、そういった周りのところとか、昼のお店の多いところは逆に夜間を安くするってね、夜間は、20時以降から翌朝までは300円とかって言ってね、
大体そういうので地域の特性が分かるというものです。四日市の場合もね、諏訪境町は基本的に高いですし、西新地に行くとね、一気に夜の料金がすっげえ高くなるんですけど、一歩外れて諏訪町に行くとね、あの市役所のあたりとかになると夜の料金は300円打ち止めとかね、結構あるんですよ、探すと。お、渡れる。いや、こう自然走っとると広島って感じしますね。あ、中尾ある、中尾でくとか。はい、ということでね、飯食ってきたんですけどね、なもいつも通りの中尾やろうと思って行ってみたら意外と違いましたね。え、こっちの方あれが当たり前なのかな、なんかね、こっちの中尾と全然システムが違って、なんて言ったらいいかな、あの大学の食堂みたいな感じやったんですけど、うちらの方の中尾ってこれが俺一般的やと思っとるんやけど、おー、結構少んな、広島駅もひっきりやつじゃないですか。すごいですね、バスも電車も、で、そう、だからね、うちらのところって、まあ、証券買ったら席について証券買って席ついてね、もう席でね、店員さんがお茶を持ってきてくれて、でそれでね、渡してで、ね、作って席に持ってきてくれるっていうパターンやけど、ここがあれなんですね、なんか食券買ったら食券渡すところがあって、でそこで渡すともうその場であの料理が出てきて、で横に給水所とかなんかいろいろ置いてあるところがあって、そこでもらってそのまま席に着くっていうパターンなんやね。こんな店あるんですね、意外とこっちの方では当たり前なんかもしれんけど、広島やな。行ったそばから来るもんな。大したないですね、すごいな。VVVF なんですね、うちらの方なんて今まだ辻立やの。
構造なんです。はい、ということでね、広島駅まで戻ってきましたけど、すごいですね、やっぱ広島の市電。お客さんもね、やっぱ余計乗ってますけど、まあ時間もね、7時前後ぐらいですから、まああれ、あれなんでしょうけどね。あ、7時も待つか。ね、まあ、これから混んでくる時間ですかね。だけどね、あれなんですね。まああの、宮島から来るやつになったんで、大きい車両だったっていうのもあるんでしょうけど、あの、ね、車掌さんも乗ってるんですね、あの、市電でも。車掌さんも乗ってて、車掌さんが、これなんですね、外人の方からね、ちょっとわーって乗っとって、ちょうど質問受け取ったんですけど、めちゃくちゃ流暢な英語喋ってましたね。びっくりしました。すごい英語ペラペラやんって。ね、いやー、広島すごいですね。そこは広島が誇る広島市電って感じですよね。あ、でもやっぱ広島来てもインウレアはあるんですね。ね、我らが三重県が誇るね、イムダヤ小豆まん、肉まん、あんまんね、あれね、三重県の土で作ってるんですよ。